醤油アス元気楽しい空手2段の黒帯店品川中也です。イエーイ。おーし、はい、今日はですね、あの皆様びっくりすると思います、特別ゲスト呼んでます、どうぞ。イエーイ。はい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 、みんなあれ見覚え見覚えありますよね。あれ看護師のひかるちゃんなんですけど、はい、あれ今日どうしました。今日はコスプレです。いや、なんかにしてはめちゃくちゃ似合ってますけど、あの実は皆様に内緒にしてたことがありましてあの、はい、私の親友の看護師のひかるちゃん、はい、実は柔道初段でした。イエイ。でも私も今日初めて柔道着姿見ました。見せたことないです。でもかわいい、かわいい、似合ってるも最高です、はい、あの、はい、まあね、関東大会出場経験があったりとか結構黒帯取るってことはがっつりやってたので、今日はねそんなひかるちゃんと空手と柔道のコラボをしたいなと思って、はい、もうみんな大好きひかるちゃんです、お願いします。でよく皆さんに本当に聞かれるのが、まあ、柔道と空手はめちゃくちゃ間違われるんですよ。そうですね、柔道はでもそんな間違われないよね。うん、でもなんかこれ持ってると、うん、え、空手って言われる。逆に、まあ、何が違うかっていうと道着から違うんですよ。このなんていうの、編み編み、そうね、なんかまあちょっと素材が分厚いんだよね、うん、こっちが薄、すっごいペラペラなのに対してめっちゃ結構分厚い、分厚い点々がついてますね。この襟、そう、襟やの結構違うんですよ。なんか噂によると襟の硬さとか選べるって聞いたんですよね。そうなんですよ、まあ、その柔道着自体もいろんな種類あるんですけど、うんうんうん、まあ、公式でだいたいサイズとか規格とかは決まってて、うん、で頼むと、まあ、ここが硬いとか、へー、ちょっと、うん、なんだろう、なんていうのかな、芯が入ってるみたいな感じなんですよ、うんうん、柔道着は。で、うん、なんでかっていうと、うんうん、もうここね、柔道は組んであの試合するんで、うん、ここをちょっと硬いとね、こう取られにくいね。なるほどね、こうやって掴みにくいってこと。そこを持ってて、うん、こう離した時に、うん、こうすぐ離れるように、ね、あーやばいね、なんかなんだろう、ここ痛いわ、ここ痛い、ここ痛い、ここここ痛い、ここを痛くして、うん、まあ、ちゃんと組んでやるんだけど、あ、まあ、自分の方がちょっと有利になるように、うん、ちょっと硬くして。痛いねこれ。でこれ、うん、もうなんか何回もこれ洗濯してるんですけど、うん、これ買った初日、うん、買った時マジでパリパリで、あ、なるほどね、本当に練習とかも相手が嫌になるから、え、じゃあ試合とか新品の道着で行ったらマジで掴めないそんな、そうなんだ、なるほどね。ズボンは意外と同じ生地なんですよ、うん、全然薄い、これだから空手で着ててもよく分かんないこれは分かんない、ね、でもこっちの方がやっぱりなんだろう、ノリが、まあ、パリッとしてる、パリッとしてる。柔道着は割と体にこうフィットするようなデザインになってて、でも冬の練習とかもあったかそう、これだから暑いよ冬いや、でも多分これ見てる柔道やってる人は何言ってんだな、このジュニアってなると嘘、あったかいねじゃなくてマジ暑いから嘘、私たちなんかもう寒くてなんか子宮病なの、風がやるほどね。で汗かいた後にこれすっごい重たくなるんで、あー重そう、めちゃくちゃ汗冷えですね。汗冷え、確かに終わったってやば、全部汗をこの柔道着吸収してベチャベチャになるから。何これ、なんか見つけちゃったんだけど何これ、マカ不思議とか書いてある違うよ、すっかんの忘れてどういうこと、マカじゃなくて何これ、なんかすごいね、帯結構、うん、なんだろう、こだわりなくって、うん、なんかここに自分の好きな文字とか入れてもいいんですよ。すごい、空手家はねこの道着のズボンの中にやるんだけど帯に入れちゃうんだ。マッカーハンニャっていう、なんかそういうなんだろう、なんかね調べてみたらわかるんですけど、私もなんかもう忘れちゃったんだけど、なんかねこうなんか戦闘モードになるような、うん、そういう言葉みたいな。あー、なるほど、私もなんか一撃必殺みたいな、そうそうそう、そういう感じで、あのもう一個あのヒカルとの共通点見つけたんですけど、ズボンのここピンク、私もピンクなんですよ。結構空手界ではあんまりいないんですけど、柔道では結構いるのかな。可愛く女の子出しちゃってるね、可愛いなるほどね、こういうのは許されるんだ試合で。そう、ここもピンク、
ちはここはねダメなんですよ。こっちはもう色変えられないんで、ルール上、はい、これがまあ道着の違いということで、次受け身を習ったことがなくて、柔道のぜひ受け身を習いたいなと思って今日は。でどういう練習をすればいいんですか？超基本なんですけど、うん、まあ、回転受け身っていう前回り受け身、まあ、どっちでも言うんですけど、うん、投げられた時にちゃんと受け身ができるような受け身を今からやっていきます。お願いします。まず足をね、三角、三角っていうかこう左足を前、うん、左足、右足をどっちどっち左足を前、うん、右足はこうで、あ、じゃあこのカメラから方が正面ってことね。はい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 、こういう感じにするんで、うんうん、で手をついて、ね、左手も、うん、したどうした寂したそっからで、こう右手前に、うん、で、こっちの手を、うん、中にね、うん、くぐらせるようなイメージで、うん、前側にする。ほうで、その時に顔も向こう、後ろ向くはいで回ってみると、これ全部。ああ、はいはい、おお、なるほど。はい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 。そこついた時に私いつも内臓やられるんですよ。これで、うん、なんでしっかり足と、うん、こう両足をこうつくことと、はいはいはい、手をつくこと、うん、で体をちょっと前かがみにして、うん、左手はイメージで言うと帯つかまるような感じ、うん、そうするとこう回った時の衝撃が結構吸収できるんですよ、うんうん、分散されてしっかり真ん中だけにグッてなるんじゃなくて、うん、全身で受け止めるからちゃんと受けられるみたいな。でその時にちゃんと手を上げとかないと頭打っちゃうんで、まあ、これが基本になってるんです、うんうん、いいね。はい、まず左足を前、はい、で右足はもうちょっと右側に、まあ、そうそうで、うん、怖いよ、怖いな。この手を、うん、右手を、ちょっと軽くね、こう、はい、右手を添える。ね、こっちの手を、左手を、こっちの、うん、この間にくぐらせるような感じ。そう。くぐらせ、うん、くぐらせるような感じ。こっち？そうそう。こう、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 こう。あれ、頭こう。そう、頭こそうなんだけど、そのままだと横にゴロンってなっちゃうから、前回りするイメージで、どっちに回る？前、前、前。前、こっちに？そう。これそれで頭こっちで前回る。そうそうそう。え、絶対横に行くんだけど。そうよ。そうそう、それで、うん、そのまま、あ、怖いなって思ってるな。こっちの足を上げて、顔はぐるんって、そうそうそう、こっち、そうそう、ゆっくりゆっくり。ああ、ゆっくりやったら周りだよ。怖いよ、先生。何やってんの？こっちの足を上げて、でぐるんって回るの。その空中してる間にこうなんていうの、大体の足とか手のこうキー中なんかこう自分で考えながらこう前に回る、もう前に回るイメージで回ると自然と、そうそうそう、え、できた？上手。え、できたじゃん。うん、できてる。もう一回やる。投げられるのあります？投げる。でも前に回るんだったら、うん、背負い投げか、それでついごみし。背負い投げー。袖ついごみし。袖つり込み腰。袖つり込み腰。すげえかっこいいじゃん。そう、それだと、うん、まあ、回転受け身のような感じで、まあ、投げられるから。なるほど。投げられる。なるほど。ちょっとやってみたいです。あれ怖いね、このケトルがさこのケトルで頭打ちそうなのよ。危ないな。いや、なんかさ疲れすぎてさボロボロなの、ここも。ほら、でも柔道はここをね出したもん勝ちなの。だからめっちゃさっきから掴まれて直して、掴まれて直して。じゃあ背負い投げいってみよう。背負い投げI'm sorry.
ぜ。だって親友に投げられるんだぜ。じゃあ行きます。マジで勉強になったから、うん、本当に次はね、なんか袖釣り込み電車みたいなのを、はい、習ったりして、柔道面白いで、ちょっとやりたいなと思いました。久しぶりに来てました。あの茶番だったんですけど、ね、あのいずれガチで試合ができるように頑張りたいと思います、はい、皆さん見てくれてありがとうございました。イエーイ、バイバーイ。